バービーから手書きのお手紙来たよ。日本の皆さんこんにちは、アサバービー日本語チャンネルです。今日はですね、またマッテルさんから新しいバービー1体いただいたので、そちらご紹介したいと思います。見て見て、ルビスプレスリーバービー、めっちゃかわいい。この子プロモーションのね、写真とかではもう見てたんですけど、写真よりも実物の方がめっちゃ可愛いです。エルビス・バービーね。で、過去にもエルビス・プレスリーとバービーのそのコラボのって出てたんですけど、今回はバービーがもう本当エルビスになっちゃったやつね。うん、で、これバービーから手書きのお手紙いただいたんですよ、今回。で、たまにレターついてるんですけど、だいたい何インフルエンサーチームのスタッフさんからとかなんだけど、今回はバービーからのお手紙でした。嬉しいね。ドールいただいたのも嬉しいけども、この手紙が嬉しくてね、なんか手書きの感じも可愛くてすごい感動しました。で、まずこのエルビスバービー、さっきも言ったんですけど、以前に出てたバービー、エルビスバービーってバービーとあとエルビスのそのドールのセットだったんですけど、今回はバービーがエルビスになっちゃったよってやつね。で、この最近ここ数年出てるこのミュージシャンからインスパイアされたバービーのシリーズって全部箱がパッケージがかっこいいんですよ。あとデイビッド・ボーイとかもねそうだったけど、ちょっとこう何ひし形なボックスとかですっごいかっこいいので、このエルビスのも同じシリーズでしたね。 E が足に、箱も足になっててめちゃくちゃかっこいいですね。これは開けたくないよね、こういうパッケージは。で、ドール、さっきも言ったんですけど実物の方がかわいいのね。で、まず髪がポンパドールっていうのがめちゃくちゃかわいくて、でもこれは明らかにエルビスのねリーゼント意識した髪型ですよね。これね、今私の好きな曲話してるね。エルビスバービーどうだろう、日本販売あるかな、ないかな、ないか。で、私はリトルレスカンバセーションが一番ちなみにエルビス好きですけどね。まあもちろん私が生まれた時にはもう亡くなってたんでね、私は何映像とかでしか見たことないですけど、これね実物の方が可愛いとって。で、まあリーゼントチックなポンパドールしてて、で顔のモールドは CEO、口開いててちょっとにっこりしてる感じの、割と丸顔目かな。鼻がそんなに高くない感じだから、ちょっとこうキュートなスイートな印象のするバービーかな。で、目目がちょっとパッチリ目の綺麗なブルー、ライラックっぽいブルーって言ったらいいのかな、すごい可愛いです。でパープルのアイシャドウしてて、でこれはちょっとコスチュームはかなり斬新なんで、他のスタイリングとかにはもちろんあまり向かないとは思うんですけど、どうだろう、でもなんか革ジャンとかと合わせてバイカーみたいな格好とかできるのかな、これでもね。エルビスに寄せた、ね、ステージ衣装のインスパイアのジャンプスーツ、ケープがこうね肩にかかってるやつなんですけど、でもこれジャンプスーツっていうのがいいなと思いましたね。ラメでイーグルがプリントされてて、で、赤のスカーフしてます、ヒーローみたいなね。でこのベルトがめちゃくちゃ面白くて、で、まあ、プラスチックにプリントされてるんですけど、プリントがねなんかちょっと 3D プリントみたいな、若干ボコッとエンボスっぽくなってて、それがすごく変わってるなと思いました。であとこのリングが3連のリングで、ちょっとごめんなさい映像分かりづらくて、なかなかかっこいいリングしてます。で靴はポイント等の白いショートブーツ履いてますね。いやこれはそう実物の方がより可愛く見えるパターンのドールですね。これおすすめですね。でこれねよく見たらエルビスの愛がバービーシグネチャーっていうロゴのところになってましたね。これはエルビスさんのファンはもちろん欲しいでしょうし、エルビスさんのファンじゃなくとも欲しくなるバービーだと思いますね。
いや、私これ気に入ってます。顔本当に可愛いですよ。おすすめです。最後までご覧いただきありがとうございました。ピンクタスティックでバービーの一日を今日も過ごしください。朝バービー日本語チャンネルでした。